百州武道具店の動画。こんにちは、百州武道具店の切り返し仙人です。やってますか？わー、宇賀店長は昨日素振りをしてね、手に豆ができたので動画お休みします。代わりに今日は私がお話しするよ。さて、宇賀店長は動画の中で素振り1万本チャレンジをしてるんだけど、世の中にはすごい人がいます。なんと素振り100万本チャレンジした人がいるというのです。偶然見つけた東京理科大学法2012年185号に同大学の理工学部教養教授小沢博史先生がこのように書かれてました。聞いてください。きっと素振りの大切さ分かってもらえると思います。素振り100万回までの道。私の剣道の師である故山内富雄藩士は名人と言われた剣士だった。その師が60歳になった時、素振り100万回に挑戦し2年半かけて成就した。後年師は言った。30万回の頃、刀の握り方が分かった。70から80万回の頃、刀の振り方が分かった。100万回に達する頃、打った瞬間や突いた瞬間に何とも言えない感触が手のひらに残った。私は32歳の時師に習い、元旦から素振り100万回に挑戦した。11ヶ月振って昇段したが、以来やめてしまい37万回で挫折した。それから25年後57歳の時、八段審査に向けて素振りを再開した。時には刀で振った。1年経った頃、刀を振る音が絹を切り裂く音のようになって手応えを感じた。剣道は五感のすべてを相手の一挙手一投足に集中させて対峙し、第六感で打突する。時には相手から想定外の攻撃を受けるが、それを受け止めるのは精神力、すなわち胆力だ。つまりどのような状況に置かれても平常心でいられるようにすること。しかしこれは難しい。誰もが勝ちたいし、審査なら受かりたい、そういう思いを捨て去った時に無我の境地になれるのだろう。それを作るのが素振りである。素振りの代わりに座禅をする人もいるが、私は剣士などで素振りをした。石の上にも3年、想定外のことにも動揺しなくなって合格した。素振りというごく単純な行為だが奥が深い。100万回までかなりの道のりだが、死の境地まで行ってみたい。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。